アコーダー165センチ61.00キロ、ウオイーグラスインガー。今日もぶん回す気満々、ロイフルスイング。後ろには大沢健二代表です。赤コーナー170センチ60.90キロ、元谷今日の戦い、グラップリングかそれともストライキングか、元谷勇気。レフェリー田澤康彦。このバンタム級タイトル戦線に絡むべく、この2人の戦いがこれから行われます。ライジン MMA ルール1ラウンド5分3ラウンドで争われます。そしてこの戦いは両者合意によりまして肘ありルールになります。さあ始まりました。元谷勇気、ディープ2階級制覇の王者、そして一方はブンブン両腕を振りますフックパンチャー、ロイフルスイングの対戦です。さて高坂さん、はい、グラップラーとそれからストライカーというですね、非常に分かりやすい構図になりますけれども、どんなところ注目ですか。そうですよね、まあ、まずあの、ウー選手のこの間合いが、はい、打てる間合いになれるかどうかというところですね。元谷選手その辺はもうものすごい老快で、はい、しっかり研究、もう技術としてその距離の設定、距離の支配というのをもう理解する選手なんで、フェイントもかけていきます。そして軽く蹴りを見せました元谷です。ご覧の通りウォイフルスイングはサウスポースタイル、一方の元谷勇気はオーソドックスにもそしてサウスポーにも変えることができます。スイッチすることができる選手です。今大沢健二代表のウォイフルスイングに対してプレッシャーかけろという声が小坂さん聞こえてきましたけれどもね。そうですね、はい、おっとフルスイングでいこうというところです。まあ、なかなか結構当てれる距離になる、はい、一投するか左。あの元谷が今近づいてきたところにカウンターをちょっと狙っていった形になりました、ね、そうですよね、はい、ですからこの距離感の勝負ですよね。いや、まあ最初は本当にどちらにしてもそうなりますよね、元谷選手もしかして、まあ、組みたいっていう意識がもし強いとしても、まあ、当然この相手との間に距離が離れて組めないわけです、はい、何をもってして距離をゼロにして組みに行けるのかなんですよね。なるほど。それからですね、高田さん、はい、元谷なんですけれどもね、 K-1 チャンピオンたちを擁するパワーオブドリームで今回練習を積んできました。ですから打撃戦にも応じようという構えを見せています。ということは、まあ、展開を読むと、はい、元谷選手の、まあ、タクティック戦略、次第で、はい、まあ、試合の流れが変わっていくということですね。そうですね、まあ、何でもできる元谷だからこそ、まあ、我々の予想はですね、どんどん広がっていくというところではありますけれども、さあ本当にあの懐が深いというか、そうですね、引き出しの多い選手ですよね、選手は捕まえてしまえばこっちのものというところでありますが、ただ後ろ下がってきます。モテアが近づいてくると注意しながら後ろバックステップ、ウォイフルスイングです。ただ高坂さん、はい、あのフルスイングは一発当たれば一気にノックアウトにつなぎますからね。間違いなく倒れますからね、バランスを崩してでも打ってしまう、そのフルスイングというのがこの元谷の魅力、ウォイの魅力なんだというふうに大沢健二代表話します。さあここで蹴りを入れてきました。まずはこの跳ね上げるようなローキック、そして左のフックを出していきます元谷。高坂さん、はい、ここら辺元谷の攻めというのはどういうふうに考えられますか。まずこれじりじりしっかり自分の、まあ、試合の作りをやろうとしていると思うんですよね、はい、まあ、まあタックルにしても、まあ、相手が手を出してきたところにカウンターでタックル入るとか、はい、まあ、今のこの形だと喧嘩するの前足側の足を取り、そして近づいた、はい、ただ近づくとあのフルスイングがありますからね。あるんで、そうなんですよね、さすがの元谷といえどあのフルスイングの餌食になるわけにはいけません。ですから近づいた時には要注意です。そして一方のウオイフルスイング、その無駄打ちはせず拳を構えています。格闘技界のホームランノックアウトはなるでしょうか。ウオイアッパー、今インステップからのアッパー、高坂さんどうでした。そうですね、散らしてきましたよね、選手も、はい、徐々にこう仕掛けていこうかなというところなんでしょうか。そして一方の元谷ではありますが、まず左から近づいてきましたが、ただ相手のフックも警戒しています。バックステップ、
まもなく2分が経過しようとしていますが、高田さん、はい、やっぱりここまでの戦いですけれどもね、やはり緊張感ありますね。そうですね、やっぱりで結構大きく振る選手なんで、大井選手が、元谷選手に比べれば想定内ですし、こう距離取りやすい、見えやすいというところあるんでしょうね、はい、そうですね。またパンチが当たる距離はやっぱ組みやすいんで、大井選手は組まれたくない。おっとフルスイング、バランス崩しました、当てたいけどあまり近寄りたくないっていうのは大井選手の、なるほど、間合いですよね、今ちょっと離れてますけどね、はい、ウオイフルスイングとはやはりあのフルスイング、そして近づいてきた元谷。高坂さん、はい、プレッシャーどうですか。そうですね、このプレッシャーを受けてきて、もう振っているのを待ってるのかもしれないですね。あ、そうですか、はい、それと放っていきました、ウオイフルスイング。ガードを固めながら次のミドルを放っていきます。モテアプレッシャーをかけていきます。ローフを背負わせようという構えでありますが、ミストレート、モテア選手プレッシャーかけてますよ、残り10秒というところでありますが、かなり近い距離になりました。両者誘ってますよ、誘ってますよ、行けという声が大沢健二さんから聞こえている。さあ右ガード、ここでゴングが鳴らされました。第1ラウンドが終わっています。さあ第2ラウンドはどんな展開で始まるんでしょうか。何かが起こりそうな予感です。さてまず高坂さん、はい、第1ラウンドの印象はいかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりモーター選手が支配をしている、はい、しようとしているというそういう印象が強かったですよね、距離だったりとか相手のパンチも出させて、はい、でそこに何か合わせるとか、だから長い試合っていうのをもしかしたら見通していて、今この1ラウンド目をこうしっかり作って、はい、2ラウンド目のための布石を打ってたのかもしれないですね。なるほど、そうなりますと、はい、高田さん2ラウンド目どうなるのか、はい、そうですね、やっぱ気をつけなきゃいけないポイントっていうのははるかにやっぱ元谷選手の方が多く持ってますから、はい、だから元谷選手の方が戦略が立てやすいですよね。さあ2ラウンド目で大きな動きが生まれるでしょうか。両者の戦いです。ちょっと後半1ラウンドの後半パンチ誘ってたんで、何か仕掛けるかもしれないですよ、元谷選手が。ラウンド、はい、さあ第2ラウンドになります。じりじりと詰めてくる元谷に対して一方素振りを見せます、ウオイフルスイングです。ウオイフルスイングは右のジャブ、前の手を出しながら様子を伺っています。そして一方元谷も注意深く近づいていきます。そうですね、このプレッシャー、そうですね、ラウンド終わりの時と同じような形で、はい、そうですね、はい、ローキックを放っていきます。元谷としてもですね、やはり不用意に中に飛び込むことはできませんので、まあ、捕まえてしまえばこっちのものというところもあるんですけれども、フルスイングです。リアフック打ち気を、ね、誘ってますよね、はい、ローキックです。インロー右に旋回しながら、元谷頭の位置も変えながら、そして左手をよく動かしながら近づいていこうとしています。そこに黒いフルスイングは右のジャブを出しています。ロキック、はい、そうだよね、この緊張感、そしてこの距離感というものが緊張感を伴って高田さん、たまらないものがありますね。ただ一発入ったら倒れるからね、そうですね、嵐の前の静けさになるのか両者。さあ右のハイキック、近づいた瞬間に決定打がどちらかに飛び出すかもしれないというこの2人の戦いです。さあ高坂さん、はい、技のデパートとも称されますグラップリングアーティスト元谷勇気、今日は打撃このストライキングでまず落ちていこうということですね。そうですね、これのプレッシャーをかけてそこから何を狙ってるのか、ミストレートちょっとぐらついたか、ウォイフルスイング、いや多分ちょっとバランス崩しただけかもしれないですね、はい、ちょっと分からないですけど、今大井選手ってもうとにかく 全力で打つので、はい、だからよくあるんですよね、バランス。なるほど、左ック返していきます。大井フルスイング、そして右のストレートから飛び込んでいきました、うん、ここで3万今やばいな、右手出してそのまま組みに行きましたね、はい、これ左を刺しました、はい、元谷選手の得意の組み方ですね、はい、スタンドの攻防が続いていたここまでではありますけれども、ここで組みついてきたのは元谷の方です。これロープをクロスしちゃってるんですよね、あるんですよ。なるほど、これだと、離れて、やはり元谷としては捕まえたいという思いも高坂さんあるんでしょうか、はい、それもあると思います。ただでもそれ戦略のうちの一つとして捉えているような節がありますよね、そこだけを狙っているわけではないと思いますね、はい、
ハイキックを出していきました、はい、ゴールフルスイングです。そうですね、ハイをさばいた後のこの詰め方とか見ると、はい、これカウンターも狙ってるような形を取りに来てますよね、さあよくそう見ています。この右のジャブ、ゴールフルスイングアッパー、しかし空を切っています。空振りになっています。プレッシャーを受けるのは上選手厳しいですよ、これはもう完全にモテのペースと見ていいですか。そうですね、はい、さあモテがグラップリングに持ち込むか、それともストライキングで締めるか。近く、この近い距離でまず右のストレートを出して左フック、モテはコーナーを背負わせる。しかしフルスイングに返そうと、ロイフルスイング、声を張り上げる大沢健二代表、ロイチンゲイです。さあパー、相手入ったところはパーです。スッキングも怖いところですね、両方お互いタイミングを、左ストレート、頭よく振っていきますが、右のフルスイング、ロイ選手が空振りをいっぱいしてしまって、ちょっと疲れてきてるかもしれないですね、まあ、そうじゃなくてもこのプレッシャー受けてるんで、はい、やはり相手にガードされても当てられるのと、また空振りさせられてしまうのと違うんですね。全然違いますからね、体力の消耗があります、空振り。さあ近づいてガードを固めて飛びた、入った入った、こっからパウンド、なんと打撃でしたね。かパウンドで打撃の交渉、顔面に叩き込んでいきません。さあ今度はあの飛び膝だったんですね。初、今まで一回も出すそぶり出してなかったですね。これは狙ってたな。さあマウントポジションになります。マウントポジションになるか、逃れようとしているウォイフルスイングがありますが、動きがこっちは、モテアとしてはあの後パウンドで攻めていきましたが、高田さん、はい、ようやくモテアとしてはですね、この形になりましたね。ここから何でもできますよね、はい、大丈夫だよ。まさに寝技の四次元ポケット状態で様々な技を駆使していきます、モテア勇気。さあここから一旦立ち上がる、そして突きか、ただペダラーダが怖いところです。さあ踏みつけていく、足が、さあここから飛ぶし、まだ続きますよ、パウンドを払っている、外出ないぞ、外出ないよ、抱え込んでいこうというウォイフルスイングです。ちょっとロープから、そうですね、ここ上半身が出てしまいました。一旦の前進したらこの時間は本当もどかしいんですけど、なるほど、はい、残り10秒です。この第2ラウンド、これで始めこれもしょうがないですね、はい、さあ、はい、このいやいやハーフガードのポジションではありません。さあここで拳を振り込んでいきます。モテア勇気でありますが、抱え込んでいるのはロイフルスイングです。少し動きがありました第2ラウンドです。さあ第3ラウンドはもっと大きな動きがあるかもしれません。さて高坂さん、はい、ロイフルスイングとそしてモテアの対戦、モテアの膝蹴りがですね入ってから、そうですね、これですよね。はい、このプレッシャーをかけていったところも、これもあのパンチだと思ってるんですよね、ウォール選手は、はい、だから打ち返そうとしてるんで、はい、だからガード全くできてないんですよ、ところなので、あ、これも明らかに狙ってますよね、その後あのこの踏みつけですよね、ちょっとあのウォイフルスイングのペダラーダが怖いところ、あの蹴り上げですよね。そうですね、しかしこの怒涛のパウンドを放っていきますモテア、しかし仕留めるには至りませんでした。すぐに組みついたウォイフルスイングです。ファイナルラウンド、さあここで決着はつくでしょうか。ファイナルラウンドを迎えました。さて高坂さん、はい、第1ラウンド第2ラウンド徐々にですね加熱する展開が増えてきていますけれども、この第3ラウンドファイナルラウンドはいかがでしょうか。まあ、2ラウンドまでの流れを考えると表谷選手は変えないですよね、同じくこのプレッシャーをかけながら、はい、マイケルです、払っていきます、ね、はい、はい、上選手の打撃はもう一切もらわない、おっとカウンターを狙っていく、ゴイフルスイング、打ち合いやる気は表谷選手にないと思う、だからいつなら打たせる、ただでも本谷選手はやりたいこと、それが組なのか打撃なのかの違いだけで、はい、なるほど。さあ後ろに下がっていきます本谷です。一方右のジャブを離しながら、その左の拳一気に炸裂させるか、ウォイフルスイング、左のフックを切っています。
本屋としてもパンチが見えてるんですかね、魚井の。そうですね、ただ分からないところから飛んでくるんで、大、はい、選手の、はい、フルスイングが、はい、ですからその拳が生き物のようにさまざまな角度から飛んでくるというのがゴーフルスイング。左のストレートを放っていきました。そこは警戒していければなりません。さあ近づいた瞬間何か起こりそうであります。左返していく本屋。そうですね、本屋選手はプレッシャーをこうやってかけて、アッパーも織り交ぜていこうというロイフルスイング。ローキックも放っていきます。払うて左フックを出していきました。さあ高田さん、はい、やはり近づいてきましたよ。大井選手してみれば嫌でしょうね、パンチ誘ってるのはもうすぐ分かります。そうですね、さあ殴り合いになります。で結構距離感も掴んでると思うんですよ、本屋選手の方が、はい、これ届くぞこれ届かないぞ、あと軌道も含めてね。そうですね、出しにくいと思いますよ、大沢健二代表の声はしっかりと耳に届いているはず。ロイフルスイング、左のストレートを放っていきます。しかし決定打には至りません。いいよという大沢健二代表の声が聞こえてきました。そしてローキック、バックを見せる。そして打ち抜こうでしょうか。ここでフロント、ギロチンか、ギロチンに捉えた、ギロチンに捉える、ギロチンチョーク、さあ中から決める、ギロチンチョーク決まった。技のレパートグラップリングアーティストの寺井勇気、見事枝巻からのギロチンチョーク、まあ、ブランドオリーって感じかな。ロイフルスイングを仕留めました。いや、あのパンチよくかわし続けたね、ハードパンチを。まあ、本当にあの戦火の中に身を投じるような、あのフルスイングの炎の中にいかにして回避を打って入っていって敵の牙城を崩すかというですね、モテアの戦いでしたね、コーチさん。そうですね、本丸に入ってからはしっかりと